こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。はい、ということで、まあ本当にね、外が見えてませんが、めちゃくちゃこんばんはな時間帯なんですけども、9月8日、2時26分です。はい、昼じゃないです。日付回ってね、9月8日になったとこなんですけど、まあ今日は電脳元素屋会あるんですけれどもね、こんな遅くまで何をしてたかと言いますと、てくださいじゃーん、ということで、はい、製品版できました。30枚ぐらいね作ってたんですけど、やり始めるとね、こうやってしまいたくなる感じでね、もう一気にやってしまいました。まあ、とりあえず、初回ね、30枚、作りましたんで、これで、ライブね、当分はいけるんじゃないかとね思っております。エヴァンスキャッスルホールとね、エヴァンスキャッスルホールで発売開始とします。翌日はベータですからね。はい。まあそんな感じでね、どんどん出していこうかなと思うんですけども。いやー、本当にね、疲れました。今回のね、CD はね、本当にね、一気に作った感じがします。前も一気に作りましたけどね。曲もそうなんですけど、まあ、曲はありましたけどね、こう一気に録音して、で、そのまま、一気に焼いて、一気に、完成させました。なかなかね、これね、いい感じにね、暗い空が撮れてます。本当にね、写真で撮った、のがね、プリンターがきっちり再現してくれたんで、非常に良かったなと思います。ね、もう一回説明しておきますが、光ってますね。光ってますが、空ね、これ光ってないですかね。空、暁空、もう本当に夜明け前のね、寸前の暗い、暁空と、スザクモンです。はい、奈良まで行ってね、俺が撮ったスザクモンです。いや、本当にね、ここね、じーっと見るとね、ほんのりね、雲がちょっと赤っぽくなってるんですけどね。まあ、なかなかいい色合いで、出てるんではないかなと思います。はい、またね、買ってじっくり見てください。今回はね、今田さんのジャケットじゃなく写真というパターンでね行きましたけれども、まあ、また次はね今田さんに頼まれてる曲もありますんで、まあ、その辺を、作った時は、また、ジャケット書いてもらおうかなと思っております。はか眠たい本当にね、内職ですねなかなか大変でしたが、まあ、とりあえず第1版はね、まあ、30枚刷りましたんで、これでいけるでしょう。まあ、あとはね、ちょっと減ってきたらぼちぼちね、増やしていきたいなと、思っております。まあ、目指せ200枚ぐらいですね、出したいなと思うんですけどね。いつもね、100ぐらいは出てるかなとは思うんですけどね、50枚単位でね、作るパターンが多いんですけど、まあ、今回30枚ですけどね。50枚1回やって、2回目は必ず入ってるんでね。まあでも全部できてないので、まあ100とか150とか、まあその辺の、感じで出ていってる感じですかね。はい、CD 完成しましたんで、皆さんぜひ買ってくださいね。500円です。3曲入りです。はい、ということで今日は CD できましたというお話でした。それでは、バイバイ。